素朴な甘みがどこか懐かしい柿は、日本人に馴染み深い秋のフルーツです。柿にはビタミン C をはじめ、カロテンや食物繊維などの健康成分が凝縮されていて、免疫力の向上や美肌効果、整腸作用、二日酔いの予防などに効果があると言われています。今回はそんな柿でジャムを作ってみました。材料は柿1、2個、砂糖 80g、レモン汁大さじ1です。洗った柿の皮を剥き、ヘタを取って種を取り除いて小さく切ります。砂糖 80g をまぶして混ぜて、水分が出るまで置いておきます。鍋に入れて火にかけます。焦がさないように時々混ぜます。アクを取り除きながら好みのとろみになるまで煮ます。潰しながら混ぜるといいと思います。レモン汁を大さじ1入れて、もう少し煮込みます。熱いうちに煮沸消毒した清潔な保存瓶に入れたら出来上がりです。とろっと上品で濃厚な味わいのジャムが出来上がりました。私はパンに柿ジャムとクリームチーズを塗って食べてみました。焼き菓子に混ぜ込んでもいいと思います。